どうも、元ギャル男のアニメライター太一郎です。動画投稿が久しぶりとなってしまい大変申し訳ございません。約半年ぶりの動画投稿ということでちょっと緊張しております。はじめまして、元ギャル男のアニメライター太一郎と言います。懐かしい。いわばプロのアニオタ、ギャル男プロのオタクになりました。こんなこと言いましたね。神様になった。呪術廻戦、体操残骸。いやー、この動画撮った時が神様になった人が呪術廻戦のワンクール目とかやってた時期ですって。だからこの後って2021年冬、この1個後のクールが馬娘の第2期、ドクターストーン2期、ゆるキャン2期で、2021年春アニメはスーパーカブ、オッドタクシー、ダイナゼノン、あと86とかビビとか、あと通り部のワンクール目、イルマくん2期のワンクール目で、今夏アニメが始まって、メイドラゴンの2期、ハメフラ2期、サニーボーイ、彼女も彼女、過激少女、あと通り部、イルマくんとかですね。あと新エヴァンゲリオン劇場版公開されましたね。ついにエヴァが終わりましたね。って考えると、この半年あっという間の気持ちだったんですが、いろんなアニメ放送されたし、エヴァ終わったし、いろいろありましたね。この半年はですね、変わらずライターとしていろいろなアニメの記事を書かせていただいたり、海外のアニメファンの方々に向けた新しいお仕事ちょっといただいたりとか、あと配信で DJ やったりとか、配信じゃないところでちょっと DJ やったりとかっていう感じで過ごしておりました。あとですね、最近 PS4 をゲットしまして、めちゃくちゃ久しぶりにゲームで遊んでます。私小学校6年間北海道のすごい田舎で過ごしたことがあるんですよ。どんだけ田舎かっていうと、人口よりも牛の数の方が多いとか、コンビニまで車で行かなきゃいけないとか、もう学校帰りになんか駄菓子屋とか寄る店もないし、あともう友達の家とかも徒歩1時間ぐらいかかったりとかで、学校帰りにそんなに遊んだりとかじゃなかったんですよ。で、じゃあ何するかっていうと、家に帰ってずっとゲームしてたっていう、本当ゲームが大好きな子で、それが成長するにあたってパンクを聴いてツンツンになって、でギャル王になって、でオタクになってって今に至るんですが、久しぶりにPS4 でゲームをするようになって、もうめちゃくちゃゲームが楽しい。今ニーアオートマタをやってて、もうすごいゲーム熱が高まってます。あ、でも夏アニメもチェックしております。今後はですね、この半年バタバタしていたのがちょっと落ち着いたので、半年明けたりとかせずにちょくちょく動画を上げられればなと思っております。オタク専任インタビューっていうインタビュー企画以外にも、秋葉原に買い物に行ったよみたいな、ちょっとゆるい Vlog 系のものとか、 YouTube ライブとかもやってみたいなと思ってます。私料理が好きなので、料理しながらの配信とか、せっかくゲームが今あるのでね、ゲームしながらの配信とか、ちょっと DJ がね、 YouTube ライブだと権利的に難しいっていうことを聞いたことがあるので、ちょっと YouTube はちょっと DJ の配信はできないと思うんですけど、何かしらね、私のチャンネルを登録してくださってる方とコミュニケーションを取れるような YouTube ライブをやってみたいなと考えております。いや、さっき自分の動画を見返して、元ギャル男のアニメライターのアニメカルチャー、オタクカルチャー YouTube っていうめちゃくちゃニッチなジャンルで、しかも半年間特に動画の投稿していたわけでもなく、それでもチャンネル登録をしてくださっている方がいらっしゃって、本当にありがとうございます。これからまたですね、マイペースに動画投稿をしていければなと思っておりますので、よろしければこれからもよろしくお願いいたします。元ギャル男のアニメライター太一郎でした。バイバイ。